大学1回生の秋だった。その頃の僕は以前から自分に合った霊感がじわじわと染み出すようにその領域を広げていく感覚を半ば恐れ、また半ばでは身の震えるような怪しい快感を覚えていた。霊感はより強いそれに触れることで、まるで共鳴し合うように研ぎ澄まされるようだ。僕とその人の間には、確かにそんな関係性があったのだろう。それは磁石に触れた鉄が着地するのにも似ている。その人はそうして僕を引っ張り上げ、また、その不思議な感覚を持て余すことのないように、次々と消化すべき対象を与えてくれた。信じられないようなものをたくさん見てきた。その中で危険な目に遭ったことも数知れない。その頃の僕には、その人のやることすべてが、面白半分の不謹慎な行動に見えもした。しかしまた一方で、時折覗く寂しげな横顔に、その不思議な感覚を共有する仲間を求める孤独な素顔を垣間見ていたような気がする。もう会えなくなって、夕暮れの交差点、テレビのブラウン管の前、深夜のコンビニの光の中、ふとした時に思い出すその人の顔はいつも暗く沈んでいる。勝手な感傷だと分かってはいても、そんな時僕は何か大切なものをなくしたようなとても悲しい気持ちになるのだった。貯水池の幽霊？さして面白くもなさそうにあぐらをかいて体を前後左右に揺する。それが師匠の癖だった。あまり上品とは言えない。師匠と呼び始めたのはいつからだっただろうか。オカルトの道の上では何一つ勝てるものはない。しかし恐れ入ってもいなかった。変遜相半ばする微妙な故障だったと思う。そうです。夕方とか夜中にそこを通ると時々立ってるんですよ。その日、僕は師匠の家にお邪魔していた。築何年なのか聞くのも怖いボロアパートで、家賃は1万円やそこららしい。部屋の中に備え付けの台所から麦茶を沸かす音がシュンシュンと聞こえている。近くに貯水池なんてあったかな？いや、ちょっと遠くなんですけど、バイト先からの帰り道なんで。行きには日があるせいか出くわしたことはない。高校のプール10個分くらいの面積に、周囲には土の斜面があって、その周りをぐるっと囲むようにフェンスがあります。自転車を漕ぎながらだと、貯水池は道路から見下ろすような格好になって、行きにはいつもなんとなくフェンスのそばに寄って、水面を眺めながら通り過ぎてます。それが結構高いフェンスなんですけど、帰りにそのこっち側、道路側に時々出るんですよ。はじめは人がいると思って避けて通ろうとしたのだが、横切る瞬間の嫌な感覚は、これまで何度も経験した独特のものだった。それは黒いフードのようなものを頭からかぶっていて、男か女かも判然としない。ただ足元にはいつも水たまりができていて、フードの裾からしとしとと水が滴っている。晴れた日にもだ。関わらない方がいい。それは信じるべき直感だったが、かといって道を変えるほど素直でもなかった。それからはバイト帰りには必ず道の反対側を通るようにしている。といっても一車線のあまり広いとは言えない道なので、嫌が応にも横目で見る形ですれ違うことになる。気分がいいはずはない。一度師匠を消しかけてみようと虫のいいことを思いついたのだが、どうやらあまり金銭に触れる内容ではなかったようだ。正直に何とかしてというのも情けない。少しがっかりしながら、3回に1回くらいは向こう側に出ることもあると付け加えた瞬間、師匠の体の揺れがピタリと収まった。
なんて言った?いや、だから、フェンスのこっち側と向こう側の時があるって話です、立ち位置が。師匠は首をひねりながら、へえ、と言った。僕は大学の授業で習っている中国語のピンインのようだと、見当違いなことを思った。第四世だったか?下がって上がるやつ。物理的な実体を持たない霊魂にとって、フェンスという障害物なんてあってもなくても同じだから、こっちか向こうかなんて大した違いはなさそうに思えるかもしれないけど、実体を持たないからこそ、内か外かっていうのは不可逆的な要素なんだ。場についてる霊にとっては特にね。だから自爆霊って言うんだ。師匠はようやく乗り気になったようで、声のトーンが上がってきた。何かあるね。体の揺れの代わりに、左目の下を触る癖が顔を出した。そこはうっすらとした切り傷の跡がある。興奮してきた時には、なぜか少し痒くなるらしい。何の傷かは知らない。じっと見ていた僕に気づいて師匠は、嫁にもらってくれるか、と冗談めかして言う。とにかくその貯水池に夜になったら行ってみようということになった。しかし僕にとっては思った通りの展開だと手放して喜ぶわけにはいかない。何か得体の知れない不気味な気配が貯水池の幽霊の話から漂い始めているような気がしていた。その後師匠が作った夕飯のご相伴に預かったのだが、これがひどい代物で、何しろ500グラムの100円のパスタ麺を茹でて、その上に何かの試供品でもらったという聞いたこともないふりかけをかけただけだという料理とも言えないようなものだった。毎日こんなものを食べてるんですか?と聞くと、今はダイエット中だからという心眼つきかねる回答。家賃も安いし、一体何に金を使っているのやら、と余計な詮索をせざるを得なかった。あっという間に食べ終わってしまい、師匠は水っ腹でも晴らすつもりなのか、麦茶をガブ飲みし、トイレが近くなったようだった。僕もトイレ借ります、と言って、戻ってきた師匠と入れ違いに部屋を出る。このクラスのアパートだとトイレは普通共用なのだろうが、なぜかここには専用のトイレがある。ただし、一度玄関から外に出ないといけないという欠陥を持っていた。生意気に洋式ではあったが、これがおもちゃのようなプラスチック製で、なるほど、ダイエットでもしていないといつかぶち壊れそうな不審だった。便座を上げて用を足しながら、冬は外に出たくないだろうなぁと、すでに秋も半ばというほのかな肌寒さに、しばし思いを馳せていた。戻ってくると師匠が上着をまとって、さあ行くか、と立ち上がった。雨降りそうですよ。車で行こう。師匠の軽音に乗り込んだ時には、日はすっかり暮れていた。そして走り出して100メートルと行かないうちに、フロントガラスを雨の粒が叩き始める。稲川淳二でも聞こう。カーステレオから滑舌の悪い声が流れてくる。師匠は完全に稲川淳二をギャグとして捉えていて、気分が沈みがちな時には、その怪談話をケラケラ笑いながら聞き流してドライブするというのが常だった。僕はその頃、まだ稲川淳二を笑えるほどすれてはいなく、その独特の口調による怪異の描写に少しゾクゾクしながら助手席でおとなしくなっていた。雨の降り続く中を車は走り、やがて貯水池のある道路に差し掛かった。師匠はギアを二足に落とし、2メートル余りの高さのフェンスを左手に見ながらそろそろと進む。雨が車の窓やボンネットに跳ねる音と、ワイパーがガラスを擦る、キュッキュッという音がやけに大きく響き、僕は少し心細くなってきた。あれかな?師匠の声に視線を上げると、
車のライトに反射する雨粒の向こうに人影らしきものが見えた。だんだんと近づくにつれ、それがフェンスの向こう側にいることに気づく。近くに民家もなく人通りもない。そこに雨の中、まして夜に一人で貯水池に佇んでいる人影がまともな人間だとは思えない。少なくとも僕のよく知る世界においては。さらにスピードを落として車は進む。そしてあと10メートルという距離に来たとき、意表をつかれることが起こった。そのフードをすっぽりとかぶった人影が右手を上げたのである。まるで乗せてくれと言いたいかのように。僕の知る世界において馴染みのある仕草に一瞬混乱し、次に起こった思いは乗せてあげないといけないという至極当然の人間心理だった。雨の中困っている人がいたら、たとえタクシーでなくとも乗せてあげるだろう。その一見すると正しいように見える着想を口にした途端、次の瞬間、師匠の一言にかき消された。あれはやばい。緊迫した声だった。クラッチを踏んでバックすべきか刹那の迷いの後で、師匠の足は全開でアクセルを踏み込んでいた。背もたれに押し付けられるような加速に息を詰まらせ、心臓がしゃっくり上げる。どうしたんですか？ようやくそれだけを言うと、助手席の窓から右手を上げたままの黒い人影がフェンスの向こうに立っている姿が一瞬見えて、そしてすぐに後方へと飛び去っていった。顔も見えない相手となぜか目が合ったような気がした。雨に濡れて途方に暮れてる人がなんでフェンスの向こう側にいるんだ。人間じゃないんだよ。そんな言葉が師匠の口からほとばしった。フェンスは高い。上部には鉄条網もついている。そして貯水池に勝手に入り込めないように、唯一の出入り口は錠前に固く閉ざされている。その向こう側に車に乗せてほしい人がいるはずは確かにないのだった。そんな当然の思考を鈍らされ、僕一人ならそのまま確実に心の隙につけ込まれていた。ゾッとする思いで呆然と前方を見るほかはなかった。しかしすぐに気を奮い立たせ、後ろを振り返る。リアウィンドウの向こうは暗い闇に閉ざされ、もう何も見えない。そう思った瞬間に、何とも言えない悪感が背筋を走り、視線が後部座席のシートにゆっくりと落ちた。表面が水で濡れてかすかに光って見える。女が忽然と車中から消える濡れ女という怪談が頭をよぎり、つい最近読んだのは、あれは遠藤周作の話だったかと思考が巡りそうになったが、脊髄反射的に出た自分の叫び声に我に返る。乗せてなんかいないのに。僕の言葉に師匠も首をひねって後部座席を一別する。そしてダッシュボードから雑巾を取り出したかと思うとこちらに放り、拭いといてと言った。唖然と仕掛けたがすぐに理性が反応し、座席を倒して腫れ物に触るような手つきで後部座席のシートの水を拭き取ると、師匠の顔を見てうなずくのを確認してから、手動でくるくるとウィンドウガラスを下げ、開く時間も惜しんで、わずかな隙間から外へとその雑巾を投げ捨てた。まだ心臓がドキドキしている。手についた少量の水分をおぞましいものでもあるかのようにジーンズのももにこすりつける。車はすでに対向車のある広い道に出ている。それでも嫌な感覚は消えない。動機が速くなったせいか、車のフロントガラスが曇り始めた。これはちょっとすごいな。師匠の口調はすでに冷静なものに戻っている。しかし、その言葉の向かう先を見て、僕の心臓は再び悲鳴を上げる。フロントガラス一面に手のひらの跡が浮かび上がってきたのである。外側ではない。ワイパーが動いている。
内側なのだ。フロントガラスの内側を撫でると皮脂がつくのか、そのままでは何も見えないが、曇り始めた途端にその形が浮かび上がってくることがある。まさにそれが今起こっている。けれどやはり僕らは乗せてなんかいないのだった。貯水池の幽霊なんかを。師匠は自分の服の袖で正面のガラスを、一面の手のひらの跡を拭きながら、やっぱり捨てなきゃよかったかな、雑巾、と言った。カーステレオからは稲川淳二の唾を飲み込むような声が聞こえてきた。話を聞いてなんかいなかった僕にも、これから落とすためのためだということが分かった。やはり僕にはまだ笑えない。情けないとは思わなかった。怖いと思う心は防衛本能そのものなのだから。けれど一方で、その恐怖心に心地よさを覚える自分もいる。師匠がちらっとこちらを見て、お前笑ってるぞ、と言う。僕は、はい、とだけ答えた。その夜はそれで解散した。ついてきてはいないようだ、という師匠の言葉を信じたし、僕でもそのくらいは分かった。三、四日経った後、師匠の呼び出しを受けた。夜の十時過ぎだ。自転車で師匠のアパートへ向かい、ドアをノックする。開いているという声に、知ってますと言いながらドアを開ける。師匠はなぜかドアに鍵をかけない。防犯って言葉がありますよね。知ってますか？とため息をつきながら部屋に上がる。師匠は防犯と言って壁に立てかけた金属バットを指さす。なんかいろいろ間違ってる人だが、今さら指摘するまでもない。ここ家賃いくらでしたっけ？と問うと、月1万円という答えが返ってくる。ただでさえ安いアパートで、この部屋で変死者が出たといういわくつきの物件であるために、さらに値引きされているのだそうだ。あの貯水池、やっぱり水死者が出てたよ。本当に師匠は、こういうことを調べさせたら興信所並みだ。言うには、あの貯水池で数年前に、若い母親が生まれたばかりの自分の赤ん坊と入水自殺したのだそうだ。まず赤ん坊を水に沈めて殺しておいて、次に自分の着衣の中にその赤ん坊と石を詰めて浮かび上がらないようにして、足のつかない場所まで行って溺れ死んだという話だ。じゃあ、あれはその母親の霊ですか？多分ね。では、なぜ迷い出てきたのだろう？死にたくなかったからじゃないか？師匠は言う。死にたくはないけれど、死ななくてはならないと思い詰めていた。その死にたくないという思いを抑え込むための重しが、服に詰め込んだ赤ん坊の死体であり、石だった。そしてそれは死んだ後も、この世に惑う足かせとなっている。フェンスの内か外かっていうのは、そのアンビバレントな不安定さのせいだね。乗せてくれという右手と、乗ってはいけないというフェンスの内側という立ち位置。車に乗せてたら成仏してたわけですか？さあ、乗せてみたらわかるんじゃないかな。師匠の言葉はどうしてこんなに怖くてきなのか。僕はもう今夜呼び出された目的を理解していた。じゃあ、行こうか。師匠が車のキーと金属バットを持って立ち上がる。いくらなんでもそれは、職質されたらまずいですよ、という僕に、師匠は、野球好きに見えないかな、と冗談めかし、鏡を見ていってください、と返したが、そもそもそういう問題なのかという気がして、何の役に立つんですか、と重ねるも、防犯というシンプルな答え。もういいや、何でも。
僕も覚悟を決めて師匠の車に乗り込んだ。今日は雨が降っていない。稲川淳二でも聞こう。夜のドライブにはやはりこの BGM しかない。僕もすでに洗脳されつつあるらしい。あの手のひら、フロントガラスの、あれ、2種類あったよね。え？いや、気づいてないならいい。師匠はあの異常な状況下でも、ガラスに浮かび上がった手のひらの形を冷静に判別していたのだろうか。それってどういう？と問いかけた僕に、順次トークの壺に入った師匠の笑い声がかぶさり、そのままなおざりにされてしまった。車は前回と同じ道をひた走り、同じルートで貯水池へアプローチを始めた。今夜は視界がいい。月も出ている。同じ場所から減速を始め、師匠は今日も出るかなと言いながらハンドルをそろそろと操作する。いた。黒いフード。夜影にもなお暗い。この世のものではない儚げな存在感。その姿はまた今度もフェンスの内側にあった。そして右手を上げている。緊張が高まってくる。車はその目の前で止まり、エンジンをかけたまま師匠が降りる。慌てて僕もシートベルトを外す。師匠がフェンスの格子越しに黒い影と向かい合っている。手には金属バット、空には月。乗る？あまりに直接すぎて間が抜けて聞こえるが、師匠は師匠なりに緊張しているのが声の震えでわかる。土の上に何か重いものが落ちる音がした。フードの足元に滴る水に混じって黒い石が落下している。右手は上げたままだ。一度は遁走した霊を相手に、もう一度近づくだけならまだしも、車に乗るように語りかけるなんて正気の沙汰ではない。黒い影から石が落ちるのが止まった。風がないだような空白の時間があった。しかし次の瞬間、貯水池の水面がさざめいたかと思うと、何か小さい黒いものが水の中から斜面に這い上がり、あっという間もなく黒いフードの影の背後からその足元に絡みついた。息を呑む僕の目の前で、黒い影が斜面を引きずられるようにして貯水池の方に引っ張られていく。上げていた右手がそのまま、まるで助けを求めるようにこちらに突き出されている。そして音もなく影は暗い水の中に引きずり込まれていき、気がついた時にはかすかな波紋が月の光に淡く残るだけだった。静寂が訪れる。僕らはフェンスに書きつくように近づく。しかし目の前には何事もない。ただの夜の貯水池の静かな情景が月明かりの下に広がっているだけだった。僕の肺は急に小さくなってしまったようだ。息が苦しい。やがて師匠が口を開いた。フロントガラスの手のひらは大きい手と小さい手と二通りあった。多分小さい方が心中で先に殺された赤ん坊のものだろう。母親の魂がこの世界を離れるのをあの赤ん坊がとどめているんだな。死んだ後もその重しとしての役割を果たして。師匠の言葉にさっき見た小さい黒いものが赤ん坊の形をしていたようなイメージが脳裏をよぎる。では、あの二人は、この貯水池に永遠に縛られたままなのか。その絶望的な想像に僕はしゃがみ込んだ。うつむいて地面だけを見ている。師匠は何を考えているのだろう。僕にはわからない。心中という道を選んだ母親の心を想像しているのだろうか。
少し寒くなってきた。車からつけっぱなしの稲川淳二の声がかすかに流れてくる。師匠はそれが聞こえていたのか、不意にクスッと笑うと、キビスを返して、バッテリーが上がる、帰ろう、と言った。師匠のフェンスを握っていた指が離れたのか、カシャンという音が響き、僕も我に返って振り向きながら立ち上がった。その次の瞬間、目の前に壁があることに気がついた。いびつなひし形をした金網の格子。それが僕の体にぶつかったのだ。格子の向こうには車のライトとそこへ歩いていく師匠の背中がある。鳥肌が全身に立つ。心臓が早金のようになる。いつの間に僕はフェンスの内側にいたのか。師匠、格子に指をかけながら思い切り叫んだ。その瞬間、師匠は振り返り、目を向いて僕を見た。いつの間に中に入った？自然、声が大きい。入ってなんかいない。どうやってこの鉄条網付きの高いフェンスの内側に入れるというのか。けれど、確かにここはフェンスの内側なのだ。バチャンという音がして背後を見た。貯水池の黒々とした水面に何か手のようなものが突き出されている。それが地面をつかみ、ぬるぬる光る泥のようなものをまといながら這い上がろうとしていた。のいてろという声とともに師匠の金属バットがフェンスを殴打する。しかし小さな火花が散っただけで衝撃は波のように左右へ広がるだけだった。べちゃん、べちゃんという気持ち悪い音が地面を叩き、小さくて黒いものが斜面をよじ登ってくる。出口は反対側です。心臓が止まりそうな恐怖を味わいながらも僕は正確に答えた。でも金属の鍵がかかってます。フェンスの下を掘れないか？無理そうです。師匠の舌打ちが聞こえた。さっと走り去る気配。僕は砕けそうになる足腰をかろうじて支えながら貯水池に正体した。斜面に泥の跡を残しながら小さくて黒いものがこちらに張ってきている。黒いフードの人影にはあったわずかな人の意志というものがこの小さい黒いものからは一切感じられない。ただ怖いもの、危険なもの、嫌なもの、そして絶対に助からないもの。水面から続く泥の筋がまるでへその緒のように伸びている。僕は混乱する頭で何をするべきか考えた。母親の魂が救われる手助けをしようとしたからこうなったのか。だったらもうそんなことはしないということを伝えなければ。そう思っても、その小さくて黒いものに向かうと、なぜか声がかすれて出てこないのだった。貯水池の周りを走り回って逃げる。閉じられたフェンスの囲いの中をずっとそうしているというのか。僕は心が折れていくのを感じていた。ジーンズのお尻が、冷たい土の感触に触れ、ああ、僕はもう座り込むしかないんだなと、現実から乖離したような思考がふわふわと漂った。次の瞬間、轟音がした。タイヤがアスファルトを引っかく音とともに、車のフロントがフェンスに突っ込んできた。金属の焦げたような匂いがして、フェンスが風をはらんだように大きくひしゃげている。たわんだ金網の破れ目から何かを叫びながら師匠が手を伸ばした。僕はその瞬間に立ち上がり、金属の鋭利的な突起に服を引っ掛けながらも脱出することに成功する。すぐに車はタイヤをすり減らしながら強引にバックで金網から抜け出し、僕を助手席に乗せて走り出した。
後ろは振り返らなかった。そのわずかな間にいろいろなことを考えたと思う。でももう覚えていない。そして僕は助かった。師匠のアパートに戻ってきたとき、鍵もかけていないドアをあっさりとひねると、なぜだか笑いがこみ上げてきた。このオカルト道の先達にとって、本当に怖いものは鍵など通用しない存在なのだと、今更ながら気づいたのだ。ドアはドアでありさえすればよく、鍵は緊急時の自分の行動を制限してしまうだけなのだと。怖い目に遭わせたな。部屋の電気をつけながら師匠はあまりすまなさそうでもなく言う。しびりました。僕の言葉に師匠は、男物の下着はないぞと嫌な顔をした。冗談ですよと返しながら、僕は車のことを謝った。フロントに傷がついてしまったはずだ。それよりもあの破壊したフェンス。なんとでもなる。そんなことよりスパゲッティの残りを食うかと言って、師匠はあと200グラムほど残った束をほぐし始めた。ダイエットじゃないんですかと声をかけると、パワー不足を痛感したと言って、後ろも見ずに壁に立てかけた金属バットを指さす。防犯ならそれよりもボディーガードを置きませんか。僕なりに真剣な意味を込めて言ったつもりだった。それが伝わったのか、師匠は台所からきちんとこちらに振り向いて、さっきの霊が背中にくっついてきてるのに気づかない奴には無理だな、と言った。僕は悲鳴を上げて飛び上がった。嘘だ嘘。笑う師匠。嘘と笑える神経がわからない。服の内側、背中一面に泥がついている。なぜ気づかなかったのか。血の凍るような恐怖を感じながら、僕は背中に手をやってもだえ続ける。金属バットが足に当たってガランという音を立てる。嘘だよ、嘘。師匠の声がぐるぐると回る。このクソ女。確かそう叫んだはずだ。その時の僕は。師匠の長い話が終わった。大学一回生の冬の初めだった。俺はオカルト道の師匠のアパートで彼の思い出話を聞いていた。これがその時のバットでついた傷。まったく、ただの泥にえらい集大だった。そう言って壁の削れたような跡を指さす。俺はまるでデジャブのような感覚を覚えていた。まるで今の俺みたいですね。師匠も一回生の頃はそんな情けない青年だったのか。今からたった四五年前の話なのに。情けなかったとも思わないけどな。あの人みたいな化け物と一緒にされるとそう聞こえるかもしれないけど。師匠の師匠。当時大学院生だったという女性は、かなこさんと言ったそうだ。彼女がいなくなった後、師匠は空き部屋になった彼女の部屋に移り住んだらしい。つまり、今この部屋だ。でも、当時の家賃が1万円って、今より1000円も高いじゃないですか。値上げするならまだしも、値下げされるなんてよっぽどひどい物件なのだろう。そのかなこさんって人は今どうしてるんです？師匠は急に押し黙った。目が暗い光を帯びている。そしてゆっくりと口を開き、死んだ、と言った。この部屋の家賃が下げられた理由が分かった気がした。けれど、いつ、どこで、どうして、ということを続けては聞けなかった。何事にも順序というものがあり、師匠が師匠になるまでに然るべき段階があったように、
一人の人間がこの世からいなくなるのにもふさわしい因果があるのだろう。その彼女の死は師匠の秘密の根幹とも言うべき暗部であるという確信にも似た予感があった。ただその時、彼女はまだ少しはにかみながら師匠が語る思い出話の中で不思議な躍動感とともに息づいていたのだった。